1989年の読売ジャイアンツでは、1989年の読売ジャイアンツの動向をまとめる。この年の読売ジャイアンツは2回目の藤田元次監督体制の1年目のシーズンである。辞任した大佐田春前監督に代わり、藤田元次がこの年から再び就任。藤田監督は就任早々ディフェンス面の再強化を図るべく、 西本清を交換トレードで中日に放出し、変わって一昨年まで中日の正捕手だった中尾高義を獲得。また前年まで三類手を守っていた原達則を外野に、一類の中畑清を三類、遊撃の岡崎薫を一類にそれぞれコンバートするなど内野陣を再編。さらに、保守陣では山倉和弘に代わってレギュラーになった中尾のほか、 村田新一を2番手保守として起用するなど、山倉、中尾と競争させた。投手陣では、大監督時代はリリーフでの起用が多かった、斉藤正樹が先発に復帰し、牧原博美、桑田雅美と、新三本柱を形成。脱線では中畑が故障して、控えに回ったものの、原やこの年収打者で4割近くを打ったウォーレン・クロマティが、活躍し、さらに、 岡崎とこの年から一塁手となった駒田徳博のコンビは最強の6.7番と言われた。チームは5月まで広島と首位を争ったが、6月以降は広島に代わって首位に立つとゲーム差を広げていき、10月6日の対陽戦2号から0で勝って2年ぶりの優勝を果たした。この年の優勝により、当時ニュースステーションでキャスターを務めていた久米博氏が、 NNN ニュースプラス1で丸刈りになったことが話題となり、日本一は近鉄相手に3連敗4連勝の大逆転劇で話題となった。ありがとうございます。